ハンターの皆さん、こんにちは。プロデューサーの辻元です。アシスタントの福田萌です。というわけで、今回は前回に続いてのゲストが来てくれてますと。はい、はい、ビーグル38の野瀬博さんと安田大サーカスのヒロさんです。どうも、どうも、今日も来ました。よろしくお願いします。今日も来ました。わざわざありがとうございます。いえいえ、いやいや、2回目の収録行きましょうか。2回目言うんですね。やっぱ言うんですね。台無しだ。ヒロ君1回目でもね、1リットルのリンゴジュース3分の2ぐらい飲んじゃってるからね。本当ですよ。1回目とかまた言うし。大丈夫ですか、体は。ね、体は分かりませんもん。あとはこのリンゴジュースが持つかどうかですね。そうですね。はい、やっぱ暑いですね、ヒロがいると。確かに。ちょっと変わるね。ちょっと変わる。気温がね。ね。ねね、まあ、というわけで、はい、まあ、モンハンについていろいろまた話してね、はい、盛り上がっていこうと思いますので、はい、はい、よろしくお願いしますということで。よろしくお願いします。モンハンラジオ、良造の部屋、この番組はカプコンの提供でお送りします。トライGが大画面 HD 画質 5.1 チャンネルで楽しめる。インターネットを通じて遠く離れた全国の借り友と協力プレイが可能。しかもチャットで戦略を練りながらプレイできるので、全国の借り友たちと楽しく借りまくろう。 Nintendo 3DS 版とのセーブデータの共有やローカル通信での協力プレイなど連携機能も充実。モンスターハンタートライGHD バージョン好評発売中。改めまして、辻元です。アシスタントの福田萌です。今回はビーグル38の野瀬博さんと安田大サーカスのヒロさんをお迎えしております。あ、もう毎回フルネーム言ってもらってありがとうございます、はい、野瀬博さんですね。前回に続いて今回もお二人とモンハンにまつわるお話をいろいろ伺っていこうと思うんですけれども、はい、モンハンといえばちょっとこんなものがアパレルショップかしらなんて思うものがあるんですが、両、うん、さん、これ何ですか？これね、なんとですね、うん、今までモンスターハンターシリーズでユニクロさんといろいろコラボさせてもらってて、はいはい、冬にヒートテックやったんですよ。あー、うん、出してましたね、はい、それが第3弾だったんですけど、今回完売した。それに続く第4弾、うんうん、なんと UT さんですね、はい、とのコラボのシャツが T シャツが、まあ、発売決定としてますとなってますと。何種類あるんですか、これ。ものすごい数じゃないですか。これね、なんとね、全19種類の21色。うわー、すごい、たくさん。かわいいのもありますね。ちょっと見てください、見てください、これ、ね、広げて見て、見して、広、ドットのアイルーほら、これかわいいでしょ。うわ、かわいい。白黒の、今回どっちかというと結構その、なんですかね、モンハンの、まあ、ネタを使って結構デザイン性に寄せてる。そうですよ ね、 すね、普段でも着られそうなものがいっぱい、うん、肉焼き器や、そうそう、いいね、迷彩のアイルもいいね。そうそう、迷彩アイル、それプーギーのワッペンが、それいいっすよね、胸元にちょっとついてる感じ、うん、かわいい、かわいい、トーテムポールアイルかわいい、そうそうそう、かわいい。あとはその白い、白とピンクのやつあるじゃないですか、それもこれ、ね、いいと思いますよ、女の子これ、あ、ああ、かわいらしい。いろんなプーギーとかアイドルが。おしゃれ、あ、へえ、いろんなデザインがありますね。あとね、結構ね、何回か UT さんとやらせてもらったんですけど、うん、これさりげなく、まあ、ここ組ませてもらって初めての、その黒いやつとかそうなんですけど、はい、これ。はい。今まで全部丸首ばっかりだったんですけど、V ネックも。ほんとだ、 V ネック。これは着やすいんじゃないですか、うん、後ろもかっこいい。いいですね。あ、かっこいい、うん、ありますよ、という。それはサイズも幅広く、ヒートテック結構伸びるからいけるんじゃない？うん、あれはパツパツだよ、うん、すぐちげえというわけで、これね、はい、明日、うん、5月31日金曜日からも発売して、おお、でね、なんとですね、これだけではなくですね、うん、コラボの第5弾、第5弾も、まあ、先ほど UT が第4弾なんですね、はい、で第5弾ももう同時発売決定してて、お、まあ、これも5月31日、うん、31日から発売されるんですけど、うん、はい、なんと今回はですね、ボクサーブリーフ、あー、はい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 、いいな、パンツ、はい、うん、パンツ、わ、かわいい、ピンクのアイル、アイル、ほらほらほら、あー、これ男子に生まれたかったなでもなんか女の子も家で
家着っぽいから夏だから、下着っぽい感じで履く人も問題ないですね。これがね全6種12色柄で、うん、こちらも、まあ、5月31日発売というところで、これしかもね安いんですよ。このボクサーブリーフ2枚で990円と。おー安い、2枚で。これは男子に生まれたかったね、萌えちゃん。これ男子生まれたかった旦那に買ってこそうそうそう、いいんじゃない、ね、あっちゃん履くんじゃないこれ、ね、でさらにですね、このコラボ T シャツ1枚、はい、またはこのさっきのボクサーブリーフ2枚以上買うと、はい、先着で10万名様の人に、うん、コラボ T シャツあるじゃないですか、ここにあるね、はいはいはい、着たアイルとかメラルとかの柄の、はいはい、ラバーストラップをプレゼントする、10万名も、そうそうです、だから早めに行ってもらった方が、まあ、お得、うん、はいはいはい、そうですね、先着明日ぜひ、ね、皆さん行ってもらえればね、これは見るだけでも楽しいです、ね、あのいろんな柄がね本当にいっぱいあるので、うん、まあ、もしあれやったら先にね、ホームページとかで見て柄決めて実物見て、ね、うん、はいはいはい、買ってもらったりとかっていうところがいいかなとは思うんですけどね、うんうんうん、いやすごいいいですね、またすぐ完売しそうな感じですね、雰囲気的に。いいでしょう、早めに行かないと、うんね、すごいな、ユニクロあるしメガネあるし、うん、南部せんべいまでありますもんね。そうそうそう、南部せんべいありますよ、盛りだくさん。そうそうそう、よしこれを彼女に買っていこう、 T シャツ、うん、お彼女いるんですか。いないよ、俺のかない怖っめっちゃ睨まれてるけどどうしよう、もう一回また夢に出てくる心の中にはおるのそれも怖心の彼女に買ってくださいちっちゃい声ではい、まあまあこういうね展開もありますんで、うん、まあいろんなところでいろんな形でモンスターハンターに、はい、触れていただける機会があったらなという思いますんでね、皆さんチェックしてください。はい、 いやいいね。というわけで、あのお二人、はい、はい、モンスターハンター4、はい、プレイしたことはありますか。ないですよ。ないですね。ないですか、残念ですね。何ですか、残念ですね。普通ないでしょうよ、だって。先月、そうそうそう、ニコニコ超会議2があって、モンスターハンター4も。モンスターハンター4もね、出展させてもらって、はい、ね、初めて出展させて、モンスターハンターシリーズとしてもそうですし、カプコンとしてもそうですね、はい。初めて出したんですけど、そこで、あの、まあ、ニコニコなんで、まあ、動画配信じゃないですか。はいはいはい、そこで、あの、ティガレックスっていう、まあ、今までの体験版、体験ロム、うん、TGS とかで、はい、ゲームショーとかでも出してたやつで、ティガレックスが一番難しかったんですね、うん、で TGS でも一組で、その後に出したジャンフェスでも一組とか、そんなクリア実績だったのが出てきたのはその2組で、それをこう生放送で、うん、あのユーザーの人に、参加していただいて、はい、クリアしたらこのめっちゃでかいこうフィギュアをプレゼントみたいなのがあったんですけど、あれ全部16組多分やったんですけど、うん、クリアできたんがそれで2組2組です。厳しい、レベルが高いから面白そう、うん、モンスター強いからで1回ね、あの初日と2日両方やったんですけど、はい、初日も全然クリアできなかったんです。 で、うん、で初日の最後もう僕入ってやりますって言ってやったんですけど、クリアできなかった。ないよ、全然全然、それはかいよ、ジョンさんが入ったのに。プロデューサーそこは頑張ってください。クリアできへんやん。へー、ガチですね、やっぱその辺も。あれね、やっぱ4人でマルチプレイヤーチームワークをねしっかりやってっていうと、うん、はいはい、今回モンスターハンター4で入ったシステムを結構駆使してやると結構まあクリアに近いところに行くんですけど、うん、そこでまあみんなあんまり今慣れてなかったので、うん、あんまりその辺でプレイもする機会もやっぱなかったっていうところもあったんですけど、だいぶ盛り上がりましたよ。だいぶ盛り上がった。いや、なんか動画とか見たんですけど、やっぱティガの、うん、なんかいろんなね壁とか、そうそう、登ってきたりとかね、たりしますから。もう雑誌のファミツとかでもしかも情報が入ってきてから、だから放送あの発売日は何月ぐらいになるでしょうか。でニコニコ超会議はそんな形でいろいろやらせていただいて、絶対出てくれねんな。さっきエレベーターでしょ。次次言ってくれるよ。あのというわけでですね、うん、まあお二人もこれプレイね、モンスターハンター4したいんじゃないかと思う。したいですよ。したいでしょ。でしょ。はい。じゃあ発売させていただきましょうか。おい、おいおい、夏まで待てと。結果終わって。教えてくれへんし、いつやねん。人参ぶら下げたの。これ今良造の部屋に DS4 であるのなんすかこれ。ほんまに。というわけで。どうするもんじゃん。どうします。いや、やろう。いやもうやろうよもう。これでも
やらんかったらまた車の話になるからな。そうですね。ヒロの車の話もういいです。次はカメラの話しますよ。いやもうええわ。お前の趣味の話よ。カメラあと釣り。サックスとかね。幅広い、幅広いんですよね。そんなんやるの？どうやるの？気になる、そっちも気になるけど。そんなんやるのね。というわけでわかりました。もうやりましょう。イエーイ、はい、やった。さあというわけで、はい、落ち着きのように、モンスターハンター4こちら。はい、さんの部屋にご用意しております、うん、これがあのさっき言ってたその、ニコニコ超会議2とか、ゲームショーとかジャンプフェスタでも出展してたバージョン、はい、イベントバージョンっていうやつなんですけど、これですね、これがいわゆるそのティガレックスがすごい難しいですよって言ってるやつなので、うん、だってそうそうトータルして今まで4組しかクリアできてないっていうことですよね。確かマルチはそうだったと思いますよ。そうですよね、うん、これじゃあプレイしたいと思うんですけど、はい、まあ、お時間の関係もあるので何分ぐらいできるんですかね。3分ぐらい？そんなに短いの？まあ、それなりに時間らしいですわと。やりましょう。はい、ということなので、やりましょう。クエストはですね、はい、今回のバージョン2種類用紙で、はい、まあ、ドスチャギーはちょっともういいか。ケチャワチャに行こうか。ケチャワチャ。おお。これは新しいモンスターですよね。はい、新モンスターなんで。で武器はですね、モンスターハンター4って、もう超かっこいい武器選ぶ画面。うわ、すごいなこれ。何この大剣のこのぼやっとしてるこの何、すごい何を言ってるんだよこれすごい大剣、大剣がこう動いてるような躍動感。昆虫痕もある新しい武器。そうそう、昆虫痕、昆虫痕じゃない、やっぱ読めてないな、漢字が漢字が読めないんですよ。総中痕って書いてある。総中痕、昆虫痕。あのモンスターハンター4、今までのシリーズに出てきた武器全部、まあ当然武器ジャンル入ってるんですけど、総中痕とチャージアックスっていうやつが、まあ、追加されてて、このバージョンは、チャージアックスは使えないですね。おなので、この今までの武器種12種プラス、まあ、総中痕を含めたこの、13種の中から1つお選びください。うわ、総中痕使ってみたい。どうぞ、いいですよ。いやでも全く分かんないですよ、やり方分かんないもんな。そのなんかあれでしょ、虫のあれを集めるやつでしょ。あ、そうそうそう、その集め方すら分かんないですよ。まあ、そこら辺に関してはもうプレイしながら一切教えませんので。教えろよ。まあ僕まあまあ慣れてる。今だって説明できるの辻本さんだけですよこれ。うん、でも一切教えないですね。なんでスパルタゲットによるんですね、そこは。え、そうなの。これが女子やったらもしかして。めっちゃ丁寧に言いますね。うわ、どうしよう。僕、総中痕いきます。セミオート、あ、それはね、セミオートでいいです。ヒロさんは何でいきますか。僕はスラッシュアックスで。スラッシュアックス。で、ミスさんは。総中痕じゃあ使ってみます。総中痕。私、笛でいきます。はい。これじゃあ、いつものね、掛け声、一狩り行こうぜでいくので、はい。僕が一狩りまで行くので、はい、皆さんで行こうぜ、はい、そのままプレイに行きましょう。はい。はじゃあ行きますよ。はい。ひと狩り行こうぜー。このパーフーね。プープーなんすか、今回も。フォーも。今回もそうですよ。おぉ。出発音、クエスト出発音。ケチャワクチャ。ケチャ。ケチャワチャですね。ケチャワチャ。はい。カタカナも怪しいですね。というわけで、本当に一切何も教えませんので。だいたい見たことあるやつはありますよ、ね、爆弾とか。アイテムは、あ、新しいっていうのは今のところ。コナちゃん頑張ろう、二人で。え、いやいや、4人で頑張りましょう。よし。今日は絶対。乗るぞ。乗って乗って。うわ、飛んだ今。飛んだでしょう。今飛んだぞ。それが、いわゆる、まあ、今回のジャンプ状態ですね。でそこからどうすればいいかっていうのも教えません。あるんでしょ、ジャンプ中のアクションも。たどり着きました。お、早い、レモさん。みんなでも待っておきますね、一応。新しいフィールドやから全然わかんない。確かに、ちょっとね、モンスターハンターって結構フィールドをね、覚えていくっていうのはね。どこですか、重要な。あ、また移動したかな。あ、移動した、戻った。これなんていう場所ですか。それも教えてくれないですか。これ教えます。それも教えてくれない。死にようとしたけど、やっぱやめます。乗りに行きますよ、僕、いきなり。はい。え、乗るんですか。これどうやって行くの、4番。これ誰も会話してないけど大丈夫なんですか。ダメですね。乗りたい、乗りたい。うわ、すげえこれ。よいしょ。よいしょ。
あ、ターゲットカメラとか当然ありますからね、忘れないように。はい、なんかこれ量産装置コン乗った。おー、乗りました。ほら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 、はい、ほらダウン取りますよ。おお、頑張れ。おい、あー、ナイス。よし、頭を狙います。属性解除します。属性解除。あ、解放。操縦コンでパワーアップ中です。わかった。でもさ、これ R を、R でしょうね。R 使うでしょうね。R ボタン。よし。何にもしてない。マックスパワーアップ。いけー。ほら。おぉ。わお。わぁ、なんか。怒ってます。怒ってるな、これは。さっき耳みたいなになってたじゃないですか、はい、あれがパタンって閉じてる時は怒ってるんですよ。あー、これ、うん、耳開いてる時に音爆弾ってくるんですね。さあどうでしょう。いや、聞くでしょう。音爆弾あったもんだって知ってる。すげーな。あるだけかもかんですよ。いや、そんなわけない。そんなわけがない。よいしょ。うわ、なにこれ。あーで、一番攻撃がある。それはそうでしょ。初めて見る敵でしょ。どこだ。いて、乗りたい。乗りたいでしょう。乗りたいです。どう乗るんすか。誰か、あ、もいちゃん、もいちゃん移動したわ。誰も教えてくれない。すみません。ねえ、まあ、なんでしょうね。乗ってみせるよ。うん、おお、落ちてる感じが欲しいな、これ。この落ちた感じを落ちる、ね、どういうことですか。よし、ダウン取った。お、誰もいない。違う、どこまで落ちるのこれ。どこから上がるのこれ。残り10分残り10分。あ、こっからか。あ、ほら、なんか虫が飛んでるの。多分これ自分が出してるやつ。これどこどこどこ、この虫よ。私は2人。おー、ナイス。俺様が来た。なんか歌ってる人います。歌ったね。今作りました。よいしょ。いって。そう、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 そう。わー。やった。お怒りさんです。うわー、暴れてる。いいですね。よいしょ。乗りたいんですけど。上にね、乗りたいです。あ、上から降りる。おいちゃん頑張って。上から降りて何かをしながら乗る。全部走ってくる。よいしょ。これラジオ聞いてる人何やってるか分かんない。ヒロ君全然喋れるようになってきた。いや、僕じゃないでしょ。言ってるでしょ。僕ちょいちょい気になって喋ってますよ。うわ、人のせいにするの早い。うわー、やばい。怒ってる。私ヒロさんみたいなコブがありますけど。本当に。破壊できる？ヒロ君が全然喋れへん。さっきからずっと喋ってますけど。多分僕が一番喋ってる。どっちかが一番喋ってる。喋ってよ。喋ってよじゃなくて、このなんか神野さんがこれの説明するとか今こうなってますとか。よし、行こう。いや、一緒行こうやと。分からん。分からん。行こうやと全然分からん。今の状況。はい、乗ったー。乗りたい乗りたい乗りたい。これまたダウン取れますよ。これの背中に乗った場合どうなるんですか。壁から飛び方教えて。はい、攻撃。飛べない。ああ、背中に乗りながらも攻撃できるんだ。そうですよ。壁乗ってんの。すごい。壁登ってきましたね。この壁も見てください。ほら、こんな早く登ってきますよ。ついついつい。おお、何何何それ。ああ、わかった。B。お、すげえ。どこ行った？警戒でしょ。警戒。動きがスムーズ。これほんま動きがすごい変わりましたね。そうでしょ？リアル感というか、まあ前もリアルありましたけど、うん、さらにリアル感が。誰も答えてくれない。なんで？あ、疲れてる。ヒロ、喋って。いや、喋ってじゃなくて、だからほんまに。ほんまにびっくりするわけよ。え、毎回こういう感じなの？ゲームしだしたら喋んないね。ゲームもしながら喋るんが普通ちゃいますからって。毎回動画配信もあるんですけど、今回ないですからね。特に、ほら、特に。多分実況がつきますよ。
なるほどなるほど。あ、そういうのがあるんだね。ヒロさんの。おかしいおかしいおかしい。なんかすごい、もうじゃ1時間が残らなあかん感じ。お、祝ってますよ。どこだ？ムカちゃんチャンスの、どこだどこだ。あ、まだ乗りたい。乗りたい。あ、バラ乗したこっち来てないですよ。こっち来てない。移動した。あ、今移動しました。そっち行った。壁から飛ぶのはどうするんですか。誰か。誰も教えてくれない、ね。助けてください。いや、ほんまびっくりしますよ。うーわ。危ね。残り5分。大丈夫だよ。先終わってたもんね。残り5分で倒せるかでしょうか。今変な言い方した。倒せるかでしょうか。実況してくれてない。いやいや、誰も喋れんかなんか言わなあかんなと思って。見て見て喋って。ヒロ君も絶対喋ってくれない。だから僕も喋ってますけど。一生使いたい。じゃ、初めて呼んでもらいましたけどびっくりしました。ゲームするときみんな真剣すぎる。いけーポーン。あ、おぶら下がった。すげえ、運転みたいなになってる。これでも、これもジャンプ攻撃で当てれます。チャンス。知らないね。ちゃんと説明しようか。ヨウさん、いや、遅いわ、もう。もう、だって、だいぶ終わってますよ。おっしゃ、いけ。ほら、だってヨウさん、飯使ってるもん。そうでしょ。飯は飛ばさないな。いや、その飛ばし方をね、今、アップ行きたいんですよ。引きずってから結構行きますね。結構粘りますな。結構粘りますね。防御力アップ。あ、出た、虫出た。よっしゃ。あ、誰か。だったのに。あ、ちょっとこれ顔変形。倒せたけど乗れなかった。まだ乗れなかった。乗れなかった。乗るの難しそうですね。狙ってたんです。いや、簡単ですよ、乗るのは。狙い定めて落ちるってことですか、上から。本当にやり方だけ覚えれば簡単。それを聞きたかったんですよ。そのやり方を。あ、すげえ、お疲れ様でしたって出た。これあのイベントバージョンなんで。あ、なるほど。イベントバージョンはこういう風にです。これ顔変わりましたよね。ん、モンスターの顔。顔、顔がなんかハエみたいな、からゾウみたいな、からケチャバチャ。そうですね。うーん、そういう顔は、まあ、ちょっとアリクイみたいね。そうそうそう、簡単な顔してたんですね。かわいいケチャバチャ。あ、かっこいいな画面。うわ、これちょっと、これはもう夏ぐらいでしょうね、発売ね。そうです、そうです。何月になりますかね、これ。これもう出ます、うん、だいぶ時間も余ってるんで、これそろそろ終わりましょうか。余ってるんで終わりましょう。いや、いい、日本語おかしい。どうでしたか、草中根使ってみて、のせさん。虫を多分使い切れてないと思う。何もヒント聞けず、ね、ただ長い棒を振り回してただけっぽいですね、僕。虫をあれどうやるんですか、草中根ですか。うん、草中根はこう武器出してる時に R を押しながら X で、X、 あの虫が飛んでいくんですけど、まあ、R を押しながらやったら印みたいなのが出るんですよ、はいはいはい、あれをまあモンスターに合わせて、はい、で R をパッと合わせると、その印をパッと言ってくれるんですね。で、草中根、猟虫っていう、あの猟をする、はいはい、あの虫って書くんですけど、猟虫を飛ばしてそのモンスターに当てて、それのパワーアップエキスを持って帰らせて自分がパワーアップしていくっていう。武器の多分草中根だけですよね、上に。あ、そうそう、3つあるんですか。あそこに、まあ、その溜まっていくんですか。防御力アップとか攻撃力アップ、移動力アップとか、まあ、回復とかっていうのもあるんですけど、はい、まあ、そういうので溜まっていって、今は、防御力アップと攻撃力アップと移動力アップのエキスを吸って自分がパワーアップしてるとかっていうのが、あれが色で見えるんです。おー、はー、いや面白かった。草中根なんとなく、これほんま早した。そういうのを踏まえて、はい、もう一回だけ、いいですか、行きたいと思うんです、ね、行きましょう。はい、はい、いいですか。はい、行きます。行きましょう。行きましょうか。ティガ、うん、ティガ行く。ティガ行きましょう。ティガ行きたい、行きたい、行きたい、行きたい。え、あとジャンプ攻撃は改めて。あ、そうそう、ジャンプ攻撃はあの段差あったじゃないですか、はい、はいはい、で段差のとこ走っていってたら、走っていったら、まあ、ピョンってこうジャンプ状態に、ね、あれが、まあ、いわゆるジャンプ状態って、まあ、呼んでるんですけど、あっこから攻撃することによってジャンプ攻撃になるんですけど、壁にしがみついてるときに A ボタンを押すと、そこからもジャンプできるんですよ。ポン、ほう、はい、とか壁にしがみついてるときに B ボタンを押すと下にボトッと落ちるじゃないですか、はい、キャンセルで。でその時もジャンプ状態になるので、そこから攻撃ボタンを押したら、そこからも攻撃、ジャンプ攻撃になる。お、まあ、いろんなジャンプ状態の時に攻撃を出すことによってジャンプ攻撃になって、それがある一定の、まあ、大型モンスターの部位に当たると
さっきの乗り状態になったりとかするんです。あ、攻撃の流れで乗っかれるってことなんですね。そうですそうです、まあ、ジャンプ攻撃ですね。まずポイントは乗りまで行く。なるほど。うわ、これちょっとティガは、ティガはね、ガチガチ武器でってことです。使い慣れてる方がいいですよね、はい、そうですね。で、乗った時はモンスターのターンとハンターのターンっていうのがあって、はい、乗った後にモンスターが暴れるんですね、ガーって、はいはいはい、で暴れてる時はハンターは R でしがみつくんです。 R でしがみつく、はい、で、モンスターがおとなしくなってる時は R を離す、プレイヤーは X ボタンで攻撃する、うん、でそれでどっちが勝つかによってハンターが勝てばさっきみたいなモンスターの大ダウンみたいな。おお、じゃあ乗ってから一勝負あるってことなんですね。そうそう、乗り状態の時にそういう攻防があると。うん、乗ってみたいな。でさらにスタミナ切れたりするでしょ、はい、スタミナ切れてる時は乗り状態の後も成功しやすいので、ハンターが、ハンターじゃないモンスターが暴れにくい、成功しやすい。で何回もジャンプ攻撃当てて、乗り状態になったらモンスターも耐性っていうのがまあついてくるので、うん、何回か当てないと乗り状態になれなくなります。おー、なるほど。あのあれ閃光玉もあのモンスターの有効時間が短くなってくるんですよ、うん、はいはい、閃光玉に対して耐性がモンスターついていくので、うん、それの考え方と一緒です。うん、じゃあまた人狩り行こうぜでいきましょうか。はい、はい、じゃあ準備が整ったので人狩り行こうぜ。これだけ教えたんですからね。乗るでしょ。乗りたい。乗るでしょ。乗るでしょ。あのね、今から行くところは、はい、ティガの今一番初めにいる8番ってあるでしょ。はい。ここね、乗りやすい。あ、なるほど。段差が多い。うーん。でね、やっていきますが、僕は一番初めにいる。石井さん、何の武器にしたんですか、これ。ランスにしました。お、ランス。ティガは、こういうことか。ティガはランスは僕は。やりやすいです。いきますよ。はい。あ、ああこれか。できたやっと。すごい。おお。で、今喋った。はいはい。え、僕もティガ久しぶりなんで。喋る。おおだめ。おお、何この動き。ヒロ君が喋ってくれへん。ちょ、やられる、やられる、やられる。喋らないから。喋らないから。いや、喋らなきゃ。え、危ない。あの、皆さん喋りますよ。ほんまに。うわ、上がってきた。うん。そんなスムーズに上がってくるの。そうですよ。周りも立ってた。痛い。やべ。あ、誰か落ちそう。やばい。ああ。失礼しました。力尽きた。あ、虫さんが。虫さん落ちた。うわ、ほら、下にも攻撃してきますよ、あんなとこから。マジか、壁登った時に攻撃するの。ほら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 。この辺はチャンス。よっしゃー。乗った誰か、まだ乗りましたー。あ、虫さん乗った。すごいすごい。暴れてる時は R、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 どうぞして。まだです、まだある。攻撃、攻撃。よし、今攻撃。よしよしよし。あ、ちゃん、攻撃どうして。お、なんかどっか逃げた。あ、落ちちゃった。左に行ってもらう。ああ、あれね、あれはね、ちょっと場所が悪くてですね、エリチェンしたんですよね、多分ね。違うかな。しかし、乗れた。うわ、全然。はい。お、次が倒せる。おー、ナイス。もえちゃん、惜しかったね。今、対戦が進んでる。なんか、吹っ飛ばされた。うわー。顔できると強いな、やっぱり。やばい。危ね。大丈夫ですか。よし、乗った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 乗ジャンプギリーって、あ、届かなかった。おー、危ない。これジャンプギリーいいな。あー、危ない。あー、近くなった。あー、ごめんなさい。大丈夫、しろまちゃん。おー、ディアジャンプギリー、あ全然違う。何言ってるか全然わからない。全然違う。いや、今ジャンプギリーをすごい狙ったんですけど。
あれどこだ？あれどこ移動した？移動しやすか。上ですね。上の方にどんどん伸びていってください。悪いペースですね。そうですね。あ、登ってきますよ。長いですよ。ほらほら。今回、青きのこ、かける3とか取れるんですね、一気に。ああ、なんでそういうこと？何の話してんの？いや、今どんな感じかなと思って。まあでも、いいところに気づきましたですけど、なんで採取してるの？うわぁ。採取に変わったんかなと思いながら、誰も説明にいろいろせえへんから、なんか、ポイント探そうと思って、頑張ってたんですけど。あ、登れる。B ボタンでもっと早く登れる。おー、すげえ。B ボタン押したら、ほら。リアルやなぁ。あー、落ちたなんだ崩されました、ちょっと。うわぁ。段差が低くなる。うわぁ、危ねぇ。よいしょ、危ねぇ。引かれてる。危ないよー。もう一回落ちたらやっと終わりですね。そうですね。いやー。回復するときに疲れた。危ないよ、来たよ。うぃー。来た、来たよ。あー、そっち行ったか。危ない。もうちょいで入るんだが、もうちょいで入るんだが。もう入った、よし、入った。うぃー。あー、落ちてもうた。あー、両方さん。両方さん。どこ行ったんですか？落ちちゃった。喋ろうか。喋ろうか。僕も黙ってもた。喋ろう。いや、これはほんま夢中になりますよ。ちょっと今までの日がずっと慣れてるけど、いやー怖い。怖い。怖い。怖い動きが。あ、ちょっとよだれ垂らしてる。スタミナ切れてますよ。萌ちゃんこういう時乗ったらチャンスよ。あー、乗りたい。乗りたい。萌ちゃんチャンス。はいはい。行きます。うん、でも今回壁登りであのスタミナなくなって落ちたりしないですよね。あ、誰も答えない。マジで今結構ちゃんとしたこと言うたんやけど。なんて言いました？いや、壁登りって前回は体力なくなったら落ちるやん、勝手に。へえって。いや、それが落ちなくなったなっていう。うん、もう喋んなよ俺。俺今めっちゃゲームしながら頭で考えてなんか喋ろうっていう。それすら聞いてないやろみんな。乗れなかった。いや乗ること必死やん。乗った乗った。ナイス。乗らせていただきました。ナイス。成功させていただきます。これ頑張って。うわ、暴れてるな。すごい暴れ方やな。すごい暴れ。これ乗ってる時は暴れようよね。巻き込まれないようにしてください。いやいやいや、もうすでに巻き込まれましたね。巻き込まれない。コロコロコロ危ない。巻き込まれない。すげえなぁ。活用、活用もうすぐで。はい、チャンス。よそうそう。はい、スター。スター、ナイス。いいですね。これはまた上るな、この前。おお、出た、何あ、出た。何すか、これ。あ、黒い煙出てる。何すか、これ。何、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 これ。どういうこと？何、どうなってんの、これ。火が見ように変わった。呪われた？黒になった。何これ、どういうこと？これね、恐竜ウイルスっていうウイルスに起こされた被害に今なりましたので。それは強力になるってことですか？そうでございます。怒り状態の上ってことですか？怖いです。怖いです。怖いです。これ怖いですね。危ない。危ないです。新しい経験ですね。これね、ほんでね、ウイルスの属性を持った攻撃食らうことがあるんですね。はいはいはい、はい。それ食らったら名前の下のところに、左上 の、 あのプレイヤー1とか2とか3とか貼ってる下にゲージができるんで、はい、あー、ゲージが増えてますね。で、これをゲージがマックスになったら、うん、自分もウイルスに侵されてしまうんですけど、はいはいはい、攻撃しまくるとウイルスを逆に克服できて、ある一定期間自分がパワーアップします。なんでこの状態になったら攻撃しまくってください。頑張ってアグレッシブに。なるほど、はいはいはい。やばい、私アグレッシブにね。アグレッシブ。ただアグレッシブに行きすぎるとですね、まあ、当然リスクがあります。やばい、いやー、もう犯される。僕は私も打ち消しの実を飲んでください。ちょっとゲージの進行を。あ、そういうことができるんです。早めに言ってください。ものすぐ焦った。
そういえば萌ちゃんって資料部使ってるけど、はい、笛吹いたっけ。笛を吹く間もないですマジか。自分のことで精一杯。危ない、やばい、でアクション。ずれた、やっぱり。行きます。ずれたって言いますよね、モンハンで。体力回復、ビン。体力回復、あ、上か。めっちゃ微妙な回復さ。おーおーおお、早い早い。どこだ？壁を早い早い。ここら辺か。ここら辺か。ここ来た。よっしゃー、あれ、切れただけだ。おー。あー、乗れなかった。惜しかったね。ここ目立つんだけどなぁ。あー、時間切れかー。厳しかったですね。まあ、さっきかなと思ったのに。さっき言ったぐらいの、まあ、難易度のこれはね。そうですね。で、ちなみに今のね、全然ですね。え？まだまだですか。まだまだですよ。頑張ってましたよ。7割、6割、7割ぐらいかな、まだ。ピラレックス、無敵。この新しい要素がいっぱいある。すげえなぁ。これはでも楽しいなぁ。さあ、いかがでしたか？どうでしたか？乗れませんでしたのしさん乗れなかった。確かにのしさんだけ乗れなかった。そうですね、ヒロさん乗ってましたもん、はい、乗ってた。乗ってたけど何もしてないよ。攻撃しましたよ。本当？はい。振り落とされた、すぐ。いや、ちゃんと倒してましたよ。いや、乗れなかった。ジャンプしながら X ボタンでいいんですよね、攻撃。そうそうそう、X、うん、乗れなかったな。こうやって4人でやったら毎回1人ぐらい乗れなかった人がいる、ね、そうです、毎回、ね、寂しい。乗れる人がいますね。なんかみんなでね、乗馬行ったのにそれだけ乗らなかったですけど、それそんな感じですね。寂しいな、なんか。まあこんな感じで結構、まあ、いろんな動きが軽快に感じるでしょ。はい。段差とかもポン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 。そうですね、すごい新しくなった感じの、ね、視点切り替えカメラもあれですね、ですね、段階じゃなかったですね。フリーですね。フリーで、うん、どうなの、リアル感がものすごい増してる、うん、ねえ、ますます発売が楽しみですね。そうですね、モンハンとかけまして、うん、おここでぶっこんできますか、謎かけ。モンハンとかけまして、かけまして、レイザーラモン HG がなかなか喋らないと解きます。はい、その心は。4が待ち遠しいです。ほー、いや、ほーじゃないで、発売はいつなんですか？あ、残念ですけど、そろそろ。お別れの時間ですか？はい、ということでね、うん、2回にわたって出ていただいたんですけれども、はい、いかがでしたか？いや、ユニクロにも行こうと思いますし、あ、T シャツ。ええ。そして、早くね、はい、やりたい。やりたいですね。思いが募りましたね。楽しいですね。いや、楽しみ。楽しかった。こんな喋ったヒロ君。初めて、初めてですね。あなたたちが喋れへんからよ俺やりながらずっといろんな新しい部分を見つけようと思って、みんなサキサキ行くし、なんかちゃんとせんかったら下手やったとか言われるし、こっちはええとこ見つけようっていろいろいろ頑張ったい、ね、あ、おきのこがね、蜜取れるんやろ。ほんまや、ありがとう、ありがとう。あんななかったんや、まあ、なかったな。壁とか体力なくなったら普通落ちんのに、落ちないっていうのも発見したのにうんって言われた仕事しようって頑張って、発売日も教えてくれへんし、うんうん、2週に分けて何回も聞いたエレベーターで一緒になって聞いた、うん、誰もなんかいいじゃないですか、絶対教えてくれあ、なんか集まってきましたね。ねえ、なんか体温気温が上がってきた。多分今ヒロの体温どんどん上昇してますよ、これ。これね、はい、向こう側にいると分かんないですけど、こっちのスタジオめっちゃ暑いから。めっちゃ暑いです。もう常夏ですわ。めっちゃ暑いよ、ね。いつ発売してもいい状態ですね、こっちはね。もう夏発売ですからね。ジュースがちょっと暖かくなってます。あ、というわけでね、はい、お二人からリスナーの皆さんに何か、うん、何かあればお知らせが。モンハン4夏に出ますっていうね、お知らせを、はい、僕の方からもただ何日か一切教えてくれない何月かも、何月かもまだ夏って幅広いからね。そうだね、また発売したら、うん、だから、うん、辻元さんが12月ぐらいにまだ半袖着てる可能性あるから、ね、まだ夏やでって言ってる可能性もありますから、ね、1月でも半袖ですからねそう、お前デブリそれ関係ないよ、モンハンと。ヒロ君は何もないですか、はい、大丈夫、まあ、ツイッターブログとかやってるんで、そちらの方見てもらえれば、あ、そうですね、はい、うん、
わかりました、はい、じゃあまたみんなでモンハンやりましょう。やりましょう、はい、はい、というわけで今回のスペシャルゲストビーグル38の野瀬博さんと安田大サーカスのヒロさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。100万ダウンロード突破、好評配信中 iOS アプリモンスターハンターマッシブハンティング。アプリだからといって侮ってはいけませんよ。指でタップやクリックをするだけのシンプル操作で気軽に誰でも本格的なハンティングアクションを楽しめちゃいます。本作ならではのポイントはネットワークでつながる狩り友の存在。ピンチの時に狩り友が助けてくれるフレンドアシストや大型モンスターを狩り友とみんなで狩る巨竜討伐など、どこでも仲間と一緒に遊べる要素が盛りだくさん。まだ見ぬ狩り友たちが君をハンティングワールドで待ってるぞ。アプリ本体はなんと無料。今すぐアップストアからダウンロードしてね。アプコン。さあエンディングです。お二人帰られて少し気温が下がりましたね。そうですね、はい、ヒロ君珍しいですよ。皆さん今日聞いた皆さんヒロ君あんなに喋るって本当本当に、まあ、帰ってないですけど、ね、あれまだいた、まあれまだいた、じゃあ俺どっちは喋っていいかどっちかあまた集まってきた。いやいやもう脱ごT シャツ着ようユニクロ T シャツ、あそうそうそう、ちょうどいいもんがあるからね。いいものありますからね、うん、はいはい、というわけでね、はい、まだ迷惑な二人がいますけど、迷惑って進行はするとですね、まあいよいよあさって6月の1日2日はカプコンの夏の新作体験会 in アクアシティお台場ということで、逆転裁判5とかですね、ロストプラネット3、うん、そして もちろんモンスターハンター4も、うん、まあ、体験できたりとかですね、すステージイベントがあったりとかです、うん、ここもスペシャルな、ゲストが来てくれたりとか、うん、素晴らしい、はい、そして入場は無料無料というところで、はい、いよいよですよ、盛り上がってきましたよって感じですね。夏に向けて、はい、これね、逆転裁判5とかロストプラネット3とかもね、うん、本当にいいゲームでですね、はい、ぜひここで体験してもらって、うん、もちろんモンスターハンター4もよろしくお願いしますという、うん、では6月1日2日、ね、アクアシティお台場でカプコン夏の新作体験会ですね、はい、ぜひ皆さん足を運んでみてください。お願いします。さあこの番組ではメールを募集しています。番組の感想、ご意見、ご希望、そしてモンハンにまつわるいろんなことなど何でも結構です。良蔵さんに知らせたいことや質問なども気軽に送ってください。岡田さんもお待ちしています。はい、岡田さんなんすかずっと言ってますけど、岡田さんのメール、岡田くん、岡田義則さん、あ、岡田さん、あの岡田さん、あの岡田さんがメールくれるんすか。前回ゲスト来た時に、うん、次はハガキからやり直しますってクリアできなかったティガレックスが、うん、それからかれこれ 2,3 ヶ月ですからね。ですけどいつも来ています。まだ来てない、はい、そろそろ来るんじゃないですか。旅に出てるかもしれないですね、はい、というわけでね、はい、そろそろこれお別れの時間ということになります。はい、次回もとっておきのお客様をお迎えしてお送りしますのでお楽しみください。今回のお相手はカプコンの辻本と福田萌とゲストのお二人です。ありがとうございました。ありがとうございました。ヒロです。それではまたお会いしましょう。良き人生と良き狩りを。モンハンラジオ良造の部屋。この番組はカプコンの提供でお送りしました。